こんにちは、至福のお取り寄せチャンネルです。今回は熊本県上天草市とのタイアップでハンバーグ、うなぎ、鍋セットなど人気のふるさと納税返礼品を5点ご紹介します。上天草市は熊本県の南西部にある天草諸島の玄関口に位置する町です。美しい海と雄大な山々に囲まれた上天草は日本有数の自然環境や観光資源があります。きらめく海に点在する島々の風景、穏やかな内海と肥沃な大地に育まれる豊富な食材、海や山を楽しみ尽くすバラエティ豊かなアクティビティなど魅力でいっぱいの場所です。ふるさと納税の予定がある方はぜひ参考にしてください。一つ目は熊本県産赤牛ハンバーグです。熊本県産赤牛は熊本が誇るブランド牛で、赤身の中に適度な脂肪があり、柔らかな肉質と牛肉本来の旨味が特徴。そんな赤牛を使ったハンバーグが10個入っています。1個あたりは 150g となっていて、合計 1.5kg。 冷凍配送なので、冷蔵庫で6から8時間かけて完全に解凍してから調理します。まずはフライパンで片面ずつ焼いて、程よく焼き色をつけたら一旦取り出します。次にアルミホイルで全体を包んでオーブントースターへ。7分加熱し、さらにそのまま1分置いたら完成です。いざオープン。トースターで蒸し焼きにすることで肉汁を閉じ込め、ふっくらジューシーに仕上がります。ソースはついていないので、お好みで用意しかけていただきましょう。口に入れるとハンバーグとは思えないほどふわふわで、びっくりするほど柔らかいです。肉の旨味はしっかりありながらも、油はあっさり、シルキーな舌触りで一つペロリと食べられちゃいます。デミグラスソースでさらにコクをプラスしてもいいですし、ポン酢でさっぱりといただくのもよし。気分や好みによってソースとの組み合わせを選べるのもポイントです。寄付金額は10個入り1万円。冷凍庫にストックしておけば、いつでも手軽に美味しいハンバーグを食べられますよ。2つ目は匠の車エビ生き締め急速冷凍です。良質なプランクトンが豊富な天草の海で養殖された車エビ。抗生物質を使用せず、餌に乳酸菌を混ぜたり、生けすを徹底的に掃除するなど、こだわり抜いた養殖方法で育てられています。そんな車エビを生けすから水揚げし、生きたまま氷締めにして急速冷凍しているので、とにかく鮮度抜群。真空パックのまま約10分流水解凍したら、殻を剥いてそのまま食べられます。ボイルの場合はパックごと約15分湯煎するだけ。1袋 300g、 約9から12尾入りとなっています。なんといってもおすすめは刺身。殻を剥いた後に氷で締めるのが美味しくするコツです。プリプリを通り越し、ブリンブリンと言えるほどの弾力で、ねっとりと濃厚な旨味と甘みを感じられます。サイズが大きく旨味もしっかりしているので、もちろん刺身以外にも天ぷらやエビフライ、ガーリックシュリンプやパスタ、煮付けなど様々な料理に活用できます。加熱してもこのプリプリ感は失われず、車エビの香りや旨味はより引き立ちますよ。寄付金額は約 300g 入り1万円。急速冷凍でも十分鮮度は高いですが、10月中旬から3月末頃までは生きたまま届く生き車エビもあるので、ぜひお好みで選んでみてください。3つ目は天草大王鍋セットです。日本最大級のサイズを誇る熊本の地鶏天草大王。かつては水炊き用として重宝されていたものの、昭和初期頃に絶滅し、10年の歳月をかけて復元されたという幻の地鶏です。そんな天草大王の美味しさを余すことなくいただける鍋セットをご紹介します。セット内容は鶏肉ぶつ切り 500g、 手羽元5本、鍋用つみれ 150g、 濃縮ガラスープ。冷凍配送なので全て事前に解凍しておきます。そしてこちらが解凍したお肉なんですが、色ツヤが良く、見た目からも肉質の良さが伝わるのではないでしょうか。では早速調理していきましょう。まずはガラスープを 800ml の水で薄め、火にかけます。次に手羽元ぶつ切り肉を入れて沸騰させます。さらにつみれを入れて火を通したら、野菜なども入れて煮込み完成です。天草大王は熊本県指定の農場で、通常の2倍の時間にあたる120日以上丹精込めて育てられており、しなやかな弾力のある歯ごたえや、噛みしめるほどに広がるコクのある味わいを楽しめます。とにかく肉がボリューミーで肉々しいんですが、臭みはありません。
スープは鶏の旨味がしっかりありながらもあっさりとした優しい塩味。お好みで柚子胡椒をつけていただくとアクセントになっておすすめです。寄付金額は1万円となっています。続いては海水育ちの天草アイウナギかば焼きです。天草アイウナギはミネラル豊富な天草灘で世界的にも珍しい海水で養殖されています。天然ウナギに近い環境で育てられているためウナギ特有の臭みがなく身が肉厚なんです。そんな天草アイウナギを一尾一尾職人が手でさばき手間を惜しまず手焼きしたのがこちらのかば焼き。2から3尾合計約 400g が入っていてタレもついています。かば焼きは真空パックのまま冷蔵庫で解凍してから調理しましょう。あらかじめ適当な大きさに切ったらフライパンにタレを入れ火にかけます。グツグツしてきたらうなぎを入れ両面を 2,3 分ずつ温めます。このフライパンで温める一手間で表面はカリッと香ばしくなり中はふんわり柔らかに。身は肉厚で程よく脂も乗っていますが天然のうなぎにも引けを取らない上質な脂でしつこさがありません。タレを煮詰めてうなぎと一緒に火にかけることでうなぎの旨味と一体化してコク深くなりご飯との相性も抜群です。といってもタレはあっさりした味わいなので特大サイズのかば焼きも飽きずに食べられますよ。寄付金額は 2,3 尾入り 2万 2,000 円となっています。化粧箱入りで贈答品としてもおすすめです。続いては天草トラフグテッサチリ贅沢セットです。高級魚フグの中でもフグの王様と称されるトラフグ。天草トラフグは熊本県適正養殖業者認証を受けた安心安全のトラフグです。ミネラル豊富な天草の海水で専用の餌を与えて育てられています。そんな天草トラフグのテッサてっちりヒレ酒などをフルコースのように家庭で満喫できるセットがこちらです。まずはトラフグの刺身とカバ刺し、30分自然解凍したら専用のポン酢ともみじおろしでいただきます。刺身は身が厚めでプリッと弾力があり噛むほどに旨味が広がります。続いててっちり、トラフグ切り身は流水解凍しておきます。鍋に付属の昆布と水を入れて火にかけ沸騰したらフグを 2,3 切れの割合で入れます。再び沸騰したらアクを取りながら3から5分炊いて取り分け、次はお好みの野菜を入れます。同じようにフグと野菜を順に炊いていただきましょう。取り分けたフグは付属のポン酢につけていただきます。身は淡白でもしっかりとした旨味と甘みを感じられますよ。鍋を楽しんだら締めは雑炊。フグの旨味たっぷりのスープを吸ったご飯にふんわり卵が絡んだ雑炊は絶品です。さらにヒレ酒用の焼きヒレも入っているのでお酒を飲まれる方は食事と一緒にヒレ酒も楽しめます。このように必要なものが全て揃った満足度の高いセット、寄付金額は 3万 2,000 円となっています。以上、各商品の詳細 URL は概要欄に記載しています。ふるさと納税の予定がある方はぜひ参考にしてください。また今回ご紹介した返礼品以外にも上天草市は肉や海産物、フルーツ、惣菜など魅力的な返礼品が揃っていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。それでは動画が参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画も見てくださいね。